ソユーズ39号。ソユーズ39号は、バイコヌール宇宙基地のガガーリン発射台から1981年3月22日14時58分55秒に打ち上げられた。ロケットは、ソユーズ U が使用された。1日による飛行の後、23日16時28分に、サルート6号にドッキングした。サルート6号には、 ソユーズ T-4 に寄ってきていたウラジーミル、コアリオノクトビクトルサビヌイフが滞在していた。宇宙飛行士は宇宙船探知装置を取り付け、ステーションの覗き窓が宇宙人によってどの程度損傷したか実験も行った。地球科学実験、特に宇宙から見たモンゴルに関する実験が行われた。ステーションの空気及び微生物をサンプル採取し、 宇宙船探知装置を取り外してサリュート6号は1981年3月30日8時15分に、ステーションとアンドッキング、軌道離脱、大気圏再突入を行い同日11時40分に、地上に帰還した。ありがとうございます。